え、リボルバーリリーじゃなくて、これはピストルオペラ。なんでピストルオペラに俺の機材が映ってるんだっていうあれですけど、これは今バックで流れてる音楽は大抵これで作ったんだけど、まあピストルオペラはこのピストルオペラっていう映画があるのね。これまあ鈴木清純監督っていう、鈴木清純監督っていう、まあご飯が炊ける匂いが大好きな殺し屋の映画を撮って映画会社クビになった名監督がいるんだけど、まあ、すごいネルワイゼンとかも、ね、有名な映画撮ってるんだけど、まあその人の遺作っていうか、まあ、それのサントラ作ったのが、まあ、ヤマハのこの QY20 っていうの。俺が今使ってるのは QY100 なんだけど、最初に買ったのは QY20 なんだよね。でこの、これのサントラ、サウンドトラックで映画音楽作ったのは、QY20 を3台つなげて、どっかの国の、パソコン事情じゃんみたいな感じなんだけど、3台つなげて録音したんだけど、まあ、俺このヤマハの、このシリーズの機材っていうのは、実は使い勝手が良くて大好きなんだ。ピストルオペラのサントラ作った人は、小玉和文っていう人で、ミュートビートっていう日本の有名なレゲエグループのトランペッターだったんだけど、まあこの機械を実際 CD で使いたくてっていうか、まあ、映画音楽で使いたくてっていうんで、これを全面的に使ってバックトラックを作ってトランペットを吹いて歌を乗っけたっていうあれなんですね。小玉和文さんっていうのは、まあ、レゲエダブの有名な人なんです。まあ、大巨匠なんだけど、日本ではね。まあ、ジャマイカでもかなり認められたミュートビートっていうバンドは、グループなんだけど、レゲエの本場の。QY20 の前のモデルっていうか、それ QY10 とかの、広告っていうか、まあいわゆる売り文句としては、キャッチフレーズとしては、スキーバスの中での曲作りって、俺スキーしたことないんだけどっていうあれなんですけど、スキーはしたことありません。スキーバスの中でも電池で動いて曲が作れて、でまあ隣の女の子ナンパするのに君のために作った曲なんだっていうのが、まあ最初のコンセプトだったらしいんだけど、まあプロのミュージシャンも目をつけて使ってたんだな。まあ作曲のメモとして使おうとしたら意外と使えそうだぞってことだったのかな。まあ俺もその今の QY100 っていうのはまあまあ性能がいいんで使ってるんだけど、それでヤマハさんにお願い、 QY20 も QY100 もアウトプットっていうかね、まあ音源取るとこのプラグが、まあモノラルっていうかヘッドホンジャックなんだ。だから QY20 を3台つなげて、ステレオアウトして、ロックアウトにしたんだな、6アウトにして、でまあいわゆるレコーディング卓に立ち上げて、でミックスダウンしたんだけど、まあそれ必要なのかっていうと、まあその方が個々にバランス取りやすいし、エフェクターもいろいろかけやすいし、まあそんないろんな処理があるんだよ、細かい。それでまあアウトがこれね、ヘッドホンジャックだけだから、これもねヘッドホンジャックだけだから、まあこれを6アウトぐらいにしてほしいんだな。ステレオアウト、ステレオのアウトと、まあ他のアウトが6つぐらい。まあこれ自身はまあ音は良くて結構使い勝手いいんで、このレコードのファンで、まあ俺がイラスト描いたんだけど、下手なイラストだーっていう、まあ
俺がイラスト描いたあのレコードのあのファンレコードのことをかなり宣伝してくれた浅野忠信さんっていう役者さん兼ミュージシャンがいるんだけど、浅野忠信さんも QY100 を使って音楽作ってるんで、まあそれの音源は最近出たらしいよ。 CD かカセットテープかわかんないけど、なんかちょっと相通じるもんがあるなとか思って、会ったことはないんですけどね。浅野忠信さん、まあ心のアミーゴとして、まあリスペクトしてるんで、まあおじさん同士っていうかおっぱ同士、なんで韓国語なんだっていうおっぱ同士、まあ今度モヒートでもショットしましょうっていう感じですけど、 QY シリーズっていうのはもう今ヤマハさんは作ってないんです。でまあヤマハさん、俺この操作面とかまあいろいろ結構気に入ってて、あの使い勝手いいんですけど、まあ最近はスマホアプリで似たようなのあるよってまあ調べたらあったんだけど、まあこういう物っていうか形としてあった方があの使い勝手いいし、まあ修理もしやすいし、まあバックアップはちょっと取りにくいんだけど、いろんなあれがあれっていうかな、いろんな処理がしやすいっていうか、まあそれにはいろんな機材が増えちゃうんだけど、まあおじさんだからまあたくさん機材は増えもある程度持ったから、まあね、機材壊すやついるけどね。で機材たくさん持ってるから、まあそっちの方が使えるか使いやすいし、でまあシックスアウトだけじゃなくて、まあこれの良さっていうのはギターのインプットがある。でギターと一緒にこれ演奏できるから、ギタリストにもおすすめ。ギタリストがオーケー作ってね、オーケーでバックトラック作ってやるのにおすすめの機材。もう生産停止だから中古で買うしかないんだけど、でまあ中のスペックももう今だったらもっといろんなことできると思うんだよね。あとメモリーの量とかももっとたくさんのメモリーが入ると思うし、まあでイコライザーにしても、昔だったらこれはイコライザーだけしか使えなかったんで、まあイコライザー段しか使えなかったんだけど、まあイコライザーをそのどういうかな、4バンドイコライザーとか、まあ最近のだったらもう画面であのイコライザーのカーブを変えれるようなイコライザーもあるから、そういうのつけたりとか、まあこれ自体は中古で2、3万で買えるのかな、2、3万前後で買えると思うんだけど、まあ新品だったら俺15万ぐらい出しても買っちゃうよ、スペックが良かったらねっていうね。だからエフェクター段に最初イコライザー段とイコライザー段、コンプレッサー段とイコライザー段とモジュレーション段と空間段ね、空間段というのはディレイとかリバーブとか、そのちょっと増やしてほしいっていう、でまあ細かく微調整したいなっていう、でアウトをちょっとたくさん欲しいっていう、アウトプットをね、アウトプットがもう少ないからね、そういうことなんです。ピストルオペラってピストルがあの題材なのかな、それじゃあちょっとあの物騒だなとか思うかもしれないけど、ピストルっていうのは別にあの人殺しの道具のピストルとして扱われてるんじゃなくて、これを男性の象徴として扱われてる。あの神話の中ではピストルじゃなくて槍とか刀とかっていうのは男性の象徴で出てくる。で壺とかお皿とかカップとかっていうのは
女性の象徴で出てきて、まあ初歩的な心理学とか、まあそういう、まあ、神話を基本に、基本というか、まあ参考にして考えられてたこと、時期があったんです。で、まあそのアーサー王の伝説とかでも、まあ聖杯とかっていうのは、まあ実はあれなんだ、あの女性の象徴として扱われて、でまあ刀とかっていうのはそういう男性の象徴で、あの人殺しの道具っていう意味じゃないんだよ。でアーサー王とかフィッシャーキングっていうのはそのアイテムをごっそりなくなっちゃった男の話なんで、まあ亡くなって大変だから、あの仲間やあの下の人たちが、部下の人たちが、あのアーサー王とか、まあ、フィッシャーキングのためにアイテムをまた取り返すっていうか、も元に戻すっていう、戻すとまあその漁師町に五穀豊穣が訪れるっていう話なんだけど、まあその話とピストルオペラはあんまり関係ないかもしれないけど、まあ、ピストルっていうのは男性の象徴としてこの映画の中では、扱われてます。リボルバーリリーは見てないからよく分かってないです。ごめんなさいっていう、なんかね最近の映画見てないよね。そうか、見てないのか。見てません。 QY20 をピストルオペラのサントラっていうか、あの映画音楽で使われたっていうことはかなりショックだって、俺が持ってたのと同じ機材でやってんだとか思って、あ、じゃあ俺これこの機材に自信持っていいんだとか思ったんだけど、まあ巨匠の鈴木清純監督の映画の映画音楽だからね、まあそれの音楽をやったってことだから、まあ自信持っていいんだと思ったんだけど、まあ見た目はあのどっちか言うとあれだよね。ファッション雑誌の付録の化粧ポーチみたいっていう、まあサイズ的にそうだし、まあでもその化粧ポーチの中には結構いろんなジュエリーが入ってるかもしれないっていう、っていうか、まあファッション雑誌の付録を持ってる女の子でも実はその子自身がジュエリーだとか言ってな、かっこいい冗談。いやー臭いを鳴らしちゃったかもしれないな。言った言った。そうか、まあごめんごめんっていう、で臭いを鳴らしちゃったか、いやそんなこと YouTube で言っていいのかな、大丈夫かなと思うんだけど、まあおならは我慢しない方が健康にはいいらしいよ。うん、らしいっていう、まあそうらしい。まあ映画の中でピストルとか歌、映画や歌の中でピストルとか刀とかナイフとかっていうのは、まあそれはまあ男性の象徴として扱われてるんだなって君たちが解釈すればいいんじゃないかなと思ってるって、俺はそう解釈してるけどね。うん、まあ実際にそれを持ち出して犯罪を犯すやつもいるんだろうけどさ、まあ、ああそうか、まあそういう感じかな。